皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂井先生、よく都市部と地方の格差って耳にしますけども、教育 ICT でもそういうことってあるんですかね。そうですね、地方だからといって教育 ICT のこうですね、こう整備が遅れるだとか、なんか進展が遅れるといったことはないと思うんですけど、ただ、地方によっては情報が入ってくるのがですね、少し遅いかなとか、そういったことあるかもしれないですね。確かにこの番組を当初始めようと思った時にも、全国の先生に ICT 活用の事例を届けようっていうのが目的の一つでもありましたね。そうですね、そういった意味ではこれからもですね、全国のその ICT 活用している先生の事例をですね、しっかりと紹介したいなと思っております。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、多治見西高等学校附属中学校の小木曽健吾先生です。小木曽先生は今回この収録のために岐阜からお越しいただきましたよ。そうなんですね、岐阜県の、私立中学校ですか、そちらの方でどんな先端的な事例がですね、行われているのかしっかりと聞きたいなと思っております。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは多治見西高等学校附属中学校の小木曽健吾先生。プレゼンタイトルは田舎私立中でも先進的な挑戦をです。小木曽先生、よろしくお願いいたします。どうぞ。皆さんこんにちは、多治見西高等学校附属中学校の小木曽と申します。今回は田舎私立中でも先進的な挑戦をということで、前編 iPad 免許制度で主体的な活用へについてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まず前編の内容は学校紹介、教育 DX ロードマップ、iPad 免許制度についてお話しさせていただきます。まずは学校紹介です。本校は岐阜県の多治見市にある私立の中学校です。多治見市は名古屋のベッドタウンです。暑いことで全国的にも有名でしょうか。周りの都市も多治見市もだいたい人口10万人前後となっております。生徒数約中学生が100名、高校約800名の高校が母体の大学がない学園となっております。本校の歴史です。高校は約110年ぐらいの歴史がありますけれども、附属の中学校は2000年に開校しております。2013年 ICT に関しましては、学校で iPad を2台購入したところから始まっております。2015年にはロイロノートスクールという授業支援アプリを導入しました。翌2016年、中学1年生から1人1台 iPad を年次進行するようになりました。教室の方もプロジェクターを整備して、学校情報が有料校にも選ばれております。2021年から iPad 免許制度を始めました。そして翌2022年、オンライン授業をどの教室からもできるようにしております。少しこの写真を見ていただきたいと思いますけれども、教卓の上にカメラやパソコンを置いて、クラスに誰か一人でもいない場合は常にオンライン配信ができるような環境を整えております。教育デジタルトランスフォーメーションロードマップについてです。本校では障害学習へと続く学習者中心の学びを目指して、さまざまな取り組みに挑戦しようとしております。現在はまだ挑戦の途中ということもありまして、今まで紙などで行ってきた配布、それから収集、発表などを iPad などを使ってデジタル化していく段階ではありますが、今後は学びの共有化や可視化、ワクワクした学び、創造する学びなど、デジタルトランスフォーメーション
していきたいなと考えているところです。この切り替えの間に iPad 免許制度がとても大事じゃないかなと私たちは考えているところです。もう少し詳しく見てみますと、私たちはまだ中学生を相手にしておりますので、入った段階ではまだちょっとモラル的にもスキル的にも不十分だなと思うところがあります。ですが卒業時には個人の活用を目指してほしい、この段階を得るために iPad 免許制度を入れてみてはどうかということから始めてみました。もう少し詳しく iPad 免許制度について見ていきましょう。これを考えるきっかけになったのは主に3つです。発達がさまざまな中学生に対して3学年一律の扱いを今までしてたんですけれども、これで本当に良いのだろうかという疑問がまずありました。そしてモラルとスキルを持つ生徒にはやはりより使いやすくした方がいいなという思いも大きくなってきました。加えてモラルを学ぶ機会やプレゼンを発表する機会をやっぱり増やしていくことが必要ではないかと、この3つの共通部分として免許制度を考えています。主な特徴について7つほどご紹介させていただきます。まず免許はグリーン、ブルー、ゴールドの3種類にしています。免許のレベルが上がればできることが増えるようになっています。具体的にはこの表のようにしてありますが、少し細かくて見づらいかもしれませんけれども、レベルが上がるごとにできることが増えているということがご理解いただけたらありがたいです。3点目、1年生はまずモラルをしっかり身につける期間として1年間グリーン免許としています。その後半年ごとに更新試験が受けられるようにしています。その更新試験はモラルテスト、スキルテスト、そして保護者の了承を得ることでレベルが上がるようになっています。具体的にモラルテストについて少し見てみましょう。著作権についてのことや、もしトラブルに巻き込まれたらどういう対応したらいいのかなど、合計40項目について半年ごとに触れられるようにしています。スキルテストもありまして、こちらは動画の作成になっています。提出された例をいくつか見てみますと、個人探求、 SDGs について、地元への提言、学校紹介、 iPad の使い方など、それぞれが自分の作りたいものを作っています。およそ3分前後の動画を提出する生徒が多いです。まとめ、iPad 免許制度は本校の現状に合わせて工夫したものです。もしかしたらそのままでは使いにくいところもあるかもしれませんが、全部でなくても先生方の学校において何かしら参考になる部分があれば幸いです。また免許制度はまだまだ改善の余地があると考えています。今後もいろいろなところで更新をしていければなと考えております。なお今回紹介させていただいた内容は学習情報研究2023年3月号にも掲載させていただいておりますので、もしよろしければそちらもご覧ください。以上、田舎私立中でも先進的な挑戦を前編、 iPad 免許制度で主体的な活用へでした。どうもありがとうございました。皆さんこんにちは。Aフリークの石川健太です。今回は進化し続ける ICT 教育への対策と iPad 値上げへの対策を紹介します。まずは簡単なことから始めようと ICT 教育を開始された学校でも、今後はより高度な ICT 教育が求められているという話をよく聞きます。理由はCBT 方式への対策、デジタルドリルの普及、そして必修化された情報の授業に対応するため、パソコンルーム以外でも課題に取り組む必要が出てきたからです。突然ですが、私が聞いた iPad 用ペンを使う場面、トップ3を紹介します。
第3位は、iPad をノートの代わりとして書き込む際に使う。第2位は、デジタルドリルに回答を書き込む際に使う。第1位は、授業中や課題と先生が配布した PDF にメモや回答を書き込む際に使う。続いて、私が聞いた iPad 用キーボードを使う場面、トップ3を紹介します。第3位は、探究学習のまとめや原稿作成をする際に使う。第2位は、今後 CBT 方式が採用される試験の対策を行う際に使う。第1位は、パソコンルーム以外、普通教室や家庭学習でも情報の課題に取り組む際に使う。高度な ICT 教育に対応すべく、ペンやキーボードを導入したい。でも iPad 本体、ペンやキーボードの価格が高くなって、そんな悩みはございませんか？そんな先生方におすすめの安心品質、低価格のペンやキーボードを紹介します。こちらの表をご覧ください。2023年春は、2022年に比べ、各製品20から25%値上がりしています。前年と同じ商品を購入した場合は、保護者負担が16,400円も増えてしまったことがわかります。一方で、ネットショップ等で安価なペンやキーボードを購入した場合、耐久性がなく、在学中に何度も買い替える必要があるため、結果的に割高になってしまうといった話をよく聞きます。価格上昇にお困りの際は、ぜひ Afreak のペン、キーボード一体型ケース、フィルムの3点セットを候補の一つとしてご検討ください。実際にご利用いただいている学校の先生方からは、iPad 本体を守れるキーボード一体型ケース着用後は、iPad の破損率が10%から2%に下がった。スタイラスペンは Apple Pencil と遜色ない書き心地である。キーボードは論文を作成する際、そして社会人になった際の必須アイテムである、といった声をいただくことができました。他にも、生徒が所有するペンやキーボードの機種が統一することができ、かつ iPad 導入におけるトータルコストを抑えることができるため、保護者にも安心して案内することができたとの声を多数いただいております。ありがとうございました。はい、ということで多治見西高等学校附属中学校の小木曽健吾先生のお話お聞きしたくてもいいかですか？はい、iPad 免許制度、あれ面白いですね。一人一台といったところがですね、まあ、言われ出した頃にこういろんな方がこうアイデアとしては、ね、お話ししてたなみたいなところは覚えてるんですけど、実際に実現させて機能させてるってところは本当びっくりしました。そうですよね。また今日のお話の中でも、このレベルが上がっていくと生徒ができることが増えるって、これは面白いですね。そうですね。こう自分がやりたいことをやるためには、こうきちっとしたことを学ばなきゃいけないというこう筋道がちゃんと立っているところとか、その成長っていったものが分かるといった意味では、こう現役研修的にも面白い取り組みなのかなと思いました。ね、ぜひこの小中学校の、でこういう情報モラル困ってる学校を真似していただきたいんですよね。本当おっしゃる通りですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 iTeachers TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.